医療・介護の人間関係作りたいクローバーこと山田智子です。本日もよろしくお願いします。今日は先日11日に地元市民センターで担当した見つけよう私色の生き方、家庭生活・職場・人とのつながりってその2、男女の脳の違いによって起こるトラブル解消法、この講座にご参加いただいた皆様よりお寄せいただいた感想をお伝えいたします。自分に対してもう少し優しくしてあげたいと思いました。参加されてみて印象に残ったことやご感想など、男女の脳の特徴、いい勉強になりました、沢井様、コーチングという言葉初めて知りました、現役の時に分かっていたらもっと良かったと思います、長道様、自分に対してもう少し優しい気持ちになれるようにしたいです、奥平様、相手のことも考え優しく話すことの大切さ、思いやりの心を持つことが必要だと思いました、 S 様、男性脳・女性脳の話は思い当たることが多かったです、もっと主人のことを理解しようと思います、 M 様、男性脳と女性脳では違うこと、言葉に隠された気持ちがあることが印象に残りました、 O 様、悩んでいたことが少し軽くなりました、学んだことを心に気持ちを楽に持って接してみます、 K 様、相手に対してのものの言い方を学びました。お互いが気持ちよく過ごせるような対応を心がけたいと思います。Y 様、皆様、ありがとうございます。違いをそのまま受け止め、そしてご自身の気持ち、感情もそのまま受け止めて、お互いに大切な人同士と思えたら、私も嬉しいです。相手にもご自分にもどうぞ優しい気持ちでいらしてくださいね。今日はいつもより心穏やかな時間が増えますように。どうもありがとうございます。